まもなく赤塚です。運賃切符は整理券電車に運賃席後ろの運賃箱にお入れください。また整理券は運転手に分かりやすくお店の上お降りください。お降りのお客様は前側のドアからお降りください。ドアは内側に開きますのでご注意ください。1人おりましたね。1人かな。なるまで一人おりましたけど、おや、一人おりましたけど、あら、秋塚って私前のあの動画で言ったと思うんですけど、赤塚ですね。秋塚じゃなくて赤塚、赤塚不二夫さん、ちょっと字は違うんですけど読みは、赤塚です。よいしょ、とっとっとっと、あら、聞いちゃったの。大丈夫か。ここで1時間20分待つか、それとも、交通方面、交通行きの列車に乗って途中で、途中の木の原かな、そこで乗り換えて、まあ一緒なんですよね、結局は、三好に着く時間は一緒なんです。ここで長く待つか、それともでもあのここで長く待った方が良さそうですね。もうあの超満員の列車にはもう乗りたくないですね。ここで1時間20分待ちますか。次の列車はこれですね。三好方面18時17分。これで三好じゃなくて、とりあえず浜原に行って、浜原で、また乗り換えですね、三好行きに、この手もあるんですよね。江津方面のこの17時19分。これで木野原。今この赤塚なんですが、ここからこの木野原、これですかね。ここで降りて、で三好方面のあの列車に乗っかって、浜原まで行くという手もあるんですけどね。もうこれやめますわ。もうあの満員列車には乗りたくないんで、ここで1時間20分ばかり待ちます。黒塚、
あそこにあるの民家か。こちらは畑で民家はなしと。あ、民家ありますね。民家が見えます。はあ、いやー、満員満員、驚くほどの満員列車でした。赤塚、あ、これでもう大体もう降りてみましょうかね。さっきの男の人は右の方向に行ったのかな。まあ多分戻ってくるんでしょう。列車の時間になれば戻ってくると思いますけど、こっちの方向に行ったような気がしますね。うん、はい、この人じゃなさそうだな。違うな。こんなような感じですね。はい、それでは止めます。